こんにちは、風です。本編動画では残すところ敵本拠地のみとなり、ついに出番のなかった、補給妨害、とは何なのか、気になる方もいると思うので、実際やってみることにしました。今攻撃してるのが反乱軍輸送機で、これをできるだけ多く撃墜することを目指します。輸送機は動きが遅すぎて、正確に弾を当てづらい。微妙に反撃もしてきてますね。敵と早い、輸送機に至近から弾を撃ち込むとか、非道の極みですが、仕方ない。これが戦争だ。知らんけどー。ここまで2機撃墜。両機が地味に輸送機の護衛を2機も引きつけて、良い働きしてるのが左下に映ってますね。3機撃墜。おお、ビームが当てやすいか。4機目撃墜。5機目撃墜。5機撃墜か、あと1機行きたかったな。両機がずっと輸送機の護衛を引きつけてくれてた。ので楽でしたが、両機いないと結構ダメ食らいます。今回5機撃墜したので、敵要塞のハングリーレベルが4になりました。4機撃墜なら、レベル3、3機撃墜なら、レベル2。2機撃墜なら、レベル1、となります。このレベルは1ターン経過で1下がります。例えば2機撃墜の場合はレベル1なので、補給妨害した次のターンですぐに攻撃すれば、レベル1なので、若干の効果が得られるはずですが、実際は、輸送機や護衛からの反撃でそれなりの、ダメージを食らい、1ターンは修理に必要なため、拠点攻撃に移れるのは実質、補給妨害の2カート。レベル1だと効果は翌日までなので2カートになると、ハングリー、レベルは0、つまり通常状態。なので2機撃墜だと補給妨害する意味がない。100% ではないですが、トローになる可能性が高い。よって、最低3機以上撃墜がノルマとなります。では、補給妨害の効果とは何かというと、防衛力、ディフェンス、の回復が弱まることのようです。前日の敵拠点防衛力が342、本日は368。通常だいたい1日で50、60は回復するので、1日で26の回復は、かなり緩いペースになってる。数値に結構ばらつきがあるので言い切れないけど、戦闘でも何か変化があるのかな?と思い、確認。ガテラ要塞に攻めてみました。2回目の攻撃です。戦闘では特に変化はないですね。占領失敗していますが、ボスを執拗に追ったからで、追わないで基地内に留まれば占領できていました。1回目攻撃、補給妨害、2回目攻撃で占領という、イージーすぎる流れは、私の慣れもあるでしょうが、本編のプレイで北東側要塞確保に、多大なる苦労、を強いられたのとは比べ物にならないほど楽でした。どうせなら、ハングリーレベルが0になるまで、あえて攻撃せず、毎ターンどれほどの回復していくか、じっくり確認するのもありだったかな。今回は、補給妨害、がどういうものか、実際のプレイでお見せするのが目的だったので、ここまでにしておきたいと思います。最後に少しだけ敵要塞の防衛力回復を確認しよう。現在ハングリーレベル2、防衛力136。現在、ハングリーレベル1、防衛力206。レベル2だったのに70も回復したのか、基本的に数値のばらつきが大きすぎて、補給妨害の効果があったのか、なかったのかよくわからない。補給妨害しなくてもなんとかなるけど、戦争が長引いた時にすれば、意外と効くのかもしれない。気分次第でどうぞ、ってところでしょうか。今回はここまでにしておきます。ご視聴、ありがとうございました。評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。